ちょうど今は冬バスとかそういうので遊ぶ時期やもんな、季節的に。多分いっぱいおるんやと思いますわ。生後がいっぱいおるんやろな。今 1.5 にした。でカウント15ぐらいでさ、ずーっと引っ張っとったらシーバスがゴンって一瞬アジっぽいあたりやったね、コツンって。そしたらシーバスやった。あれどうしたんすか、なくしたんすかジグヘッド。あ、そういうことね。一瞬なくしたんかと思ったよ。なんか懐かしいな、ここでこういうライトゲームやっとんの。いやーなんか怪しいな、バチャバチャバチャ言うとるもん。お、メバルや、やった。メバル、ほら、うん、ほら、メバル、これは20匹群れがおるな、深いで。うわ、ほんまや、久しぶり見た。この季節が来たな。こっち側やっぱり。なるほど。そこの人が一個沈んどるで、でかい。そこら辺で、もうほとんどそこ、もうカウント25ぐらい。なんか引きちゃうなって思ったんすよ。メバルって聞いた瞬間、やる気出た。20ぐらいや、サイズは。サイズ20センチ。よう引いたわ。じゃあ逃がしてあるよ、今日は。あ、この臭い感じ懐かしい。たまらん、たまらん。こっち逃がしたろ。戻のとこにおかえり。いいな、綺麗。逃がしてるよ、うん、そこに逃がします。はい、こんにちは。ちょっと待って。はい、今回はガルクのシラスワームカラーで釣っていきたいと思います。メバリングですね。今まででちょっと変わった色でちょっとやってみます。月きれい。こういう日はそこ探るとヒラメが食いそうやけどな。こっち荒れとるからあかんかもな。おっ、来た。おっしゃ、これはまさしくあれやで、メバルやで多分。うわー、メバル。はい、メバル、月メバル、一撃やな。で、ガラス。あ、これスカラメか。ラッシーできた。
難しいじゃん。これはシーバスや。シーバス。コンってた。うん。ガルプのシラス。メバル。はい、メバル。今日はガルプのシラスで釣れるかをやってます今。はい、メバル20ぐらいかな。はい、ありがとう。ここで笠原さん、笠原さん、弱いな。うん、なんか赤いで。まあ、あげたろう。でもいいサイズや。違う、サイズが。いや、いいよいいよ。でもそんな感じ、そんな感じ。次は右側を、右側探ったな今、うん、後ろ行ってみようかじゃあ、うん、潮が引いてく前に。あんまギリやと引っかかるやん、うん、そうだからあれ取る後ろの方がいいかもわからんな。ちょっとなんか重きり当たってる。だからもうちょい巻いたた方がいい。もう巻いたてじゃん。もう一回投げ直そうじゃん。じゃあ次はあの赤いところのテカテカしたの分かる、うん、チッカ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 したのあそこら辺のチッカチッカ、あそこら辺目がけて投げよう。はい、でじゃあ15で巻こう。グリーグリーグリー、あとはゾイ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 打ってこう。もうな、引っかかってもいいからゾイ打った方が賢い。手掴み。アジアジアジ。